ではこれから噴霧を始めていくんですけれども、処理する箇所はこの土台、大引き、あとねこう大引きとこの断熱材の隙間ですね、こういうこのノズルを当ててジャーってやっていきます。ここもそうですね、基礎と土台のこの、ね、隙間をジューってやっていきます。でシロアリってどっかから入ってきたとしたら、これね、角とか隙間を行くものなので、この大引きと断熱材の間、こういうところですね、ここをリードを作ってこう食い進んでいくので、こういうところを重点的に処理をします。